それではこれよりガラクタ集めコンテストを開催したいと思います。いいか、今日のイベント我々チームピスゲッティはとことん頑張るぞ。優勝するのは無理だろうが、点を稼いでシェルターへの寄付を増やそう。どうして優勝は無理なの？いい線までは行くだろうが、どう考えてもいとこには勝てそうにない。ピスゲッティさんにいとこが？知らなかった。後で合わせるが、ニルグイーニって言うんだ。何をしても天才、こんな小さい頃からな。それまで泥のパイ作りには自信があった。できた！だがニルグイーニの作ったパイはレベルが違った。どう逆立ちしてもニルグイーニにはかなわない。おお、来たぞ。さあおいで。来たな。ああ、ピスゲッティ、ずいぶん久しぶりだな。元気そうじゃない？今日はいけそうか？調子は悪くないが、さすがに君には勝てそうもない。何を言ってる。自信を持たないと。素晴らしいチームだし、優勝だって狙える。参加者の皆さん、準備はよろしいですか？いよいよスタートだ。じゃあまたコンテストの後でしっかりな。うん。では全員にリストを配ります。優しいものもありますが、難しいものほど点数は高くなります。一番高い点を取ったチームが優勝。賞品はこの金の盾です。制限時間は1時間。それでは位置についていきますよ。スタート。ジョージはうちのピザが大好きだったな。これで元気が出るか。ああ、いつもありがとうよ、ジョージ。これを食うと私も元気になれる。ドラのパイ作りやコンテストで勝てなくてもちっとも構わない。こんないい友達がいて、うちのピザを食べると幸せだと言ってくれるんだ。それ以上他に何がいる。こんな時こそ一切れのピザ、二切れでもいい。時には八切れ全部食べちゃう。本当だな。時には八切れぜ。なんてことだ。八切れだ。八切れを足すと一枚のピザだ。一つになる。これが答えだ。ねって、心から愛してる。なんだったら。残り時間はあと2分。急げ。何やってる、ピスケッティ。時間までに来てくれ。待ってください。なるほど、大変結果。ひし形100個もそうだが、八つを足せば一つになるものまで、普通ならとても無理だ。それを両方集めたのはすごい。全部チームメイトのおかげだ。やるだけのことはやったし、あとは結果を待つだけだ。参加者の皆さん、採点が終わりました。言うまでもなく、スポンサーの寄付金は全チームが稼いだ点数をもとに決められます。今年は大変素晴らしいことに、これまでで最高の寄付金がいただけそうです。コンテストの優勝者はチームピスゲッティ。シェルターを代表して心からお礼を言います。ありがとう。おお、これ以上ない幸せ。ジョージはお手伝いができて最高の気分。でも勝っても負けても、ジョージにとってシェフはいつもチャンピオンです。なんだ。おい、よせ。そんなに舐めたらくすぐったいじゃないか。